1番人気は1番日本の誇り銀シャリボー、2番人気アメリカ最強馬ハリウッドリムジン、イギリスのジラフも注目されています。全馬ゲートイン改定完了。スタートしました。世界最強決戦、まず飛び出したのは1番人気無敗の三冠馬、1番銀シャリボーイ松岡雅美、続いて3番直線番長風を切り裂くリーゼント、さらにフランス最強牝馬2番ピンクフェロモン、女性ジョッキー高1点中央位置、アメリカからの資格4番ハリウッドリムジン2人乗り、2馬身離れて6番サバンナストライプ島馬、その後ろ5番バーニングビーフ、これは馬なのか、やや首が長いサラブレッドが7番ジラフ、大きく遅れて最後尾8番ハリボテーレジーから空き箱を叩くような音がしている。さあ混戦模様のジャパンワールドカップ各馬第3コーナー、マットここでハリボテ壊れた、エレジー大欅を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいきます。先頭依然銀シャリボーイ日本、内からピンクフェロモンも上がってきている。さあ最終コーナー、先頭はピンクフェロモン、そして2人乗りハリウッドリムジンも出てきた。3番手にサバンナストライプ、今日も騎手の三根が何か呪文を唱えている。銀シャリボーイは少し遅れてしまったか。さあゴールまであと400、ゆでるポニーテールピンクフェロモン、その尻の匂いを確かめるのがハリウッドリムジン、盛んに雨乞いサバンナストライプ、ズングリムックリバーニングビーフ、そして直線番長と続いています。逃げるピンクフェロモン、張り付くリムジン、直線番長上がってきた、番長ブンブンと上がってきた、届くか届くかと大外から日本的岡銀シャリゴール、日本銀シャリが飛んできた、銀シャリ立った、シャリが立ったぞ、こちらを見ている馬が笑った、的岡握った、銀シャリゴール、松岡も笑った、アナゴカンパチ、シャコカニサラダ、小餅昆布にコーヒージェリー、確定しました。1着1番銀シャリボーイ、2着には2番ピンクフェロモンが滑り込みました。シネマ競馬でした。次は競馬場でお会いしましょう。さようなら。